日は食べれない、食べれない。あ、毎日あんなホットケーキ焼いたりしてないです。全然最近はね、おやつはあんま食べてないかな。この前ちょっと食べたけど、たまになんか差し入れとかでいただいたりした時には食べたりするんですけど、でも全然全然食べない。そう、でもね、お菓子はお家に置いてます。いっぱいある、いっぱいあって食べたいなーって思うけど我慢。そう、でもたまにめちゃくちゃアイスが食べたくなるんですよ。アイスも好きで、お菓子もまあ好きなんですけど、そう、それで目の前でみんな食べるんですよ、家族が。別に食べたらあかんとかないけど、ないけど食べたいなって、葛藤、心の中で葛藤、戦ってバチバチ。だけど それでお菓子を昔じゃないか1年前半年前ぐらいずっとお菓子を食べないっていうね、あのアカウントじゃないホーム画面にしてたんですよ。でもそれでも、もね、我慢できなくて食べちゃうことがあったんですけど、ほんまに最近はなんか3日ぐらいだけでも我慢しようと思ったら、そう、もう我慢できるようになりました。抑えれるようになった。そうそう、アイスはね、もうケイトはなんかアイスの中でもアイスクリーム系のアイスやったらいいって言うじゃないですか。じゃなくてもケイトはアイスのほんまにチョコとかが好きなんですよ。めっちゃアイス、なんてやろ、もう超やばそうなアイスチョコレートとかが好きなんですよね。そう、困っちゃうんですよね。だからその分ご飯食べたり、ご飯は、うん、その分とかはちゃうかな。ご飯食べる量は変えてないけど、そう、チョコとか、うん、でも全く食べてないわけじゃなくて、そう、なんか何やろ、一人の時はそんな、一人とか家の時は食べへんけど、なんかみんなで食べるとかだった時は食べちゃうみんなで食べるってなったら食べに、友達とか家族以外で食べに行った時とか、そう、友達とかとやったら食べちゃう。フルーツは全然、フルーツは最近よく食べます。そう、よく食べる。朝に食べる。昨日のホットケーキの時に使ったバナナとブルーベリーがあるので、今日は朝バナナを食べました。ブルーベリーは明日かな。ブルーベリーの美味しい、ケイトが好きな食べ方はなんかヨーグルトにブルーベリーとちょっとだけ砂糖を入れると美味しいです。ヨーグルトに一時期めちゃくちゃハマってたよ、それに、その食べ方っていうかブルーベリーにずっと食べてた。それ毎朝のように食べてた。うん、毎朝のようにもうそのブルーベリーとヨーグルトばっかり食べてた時がありました。ってぐらい好きです、その食べ方がね。そのまま食べても全然美味しいけど、
そう、ブルーベリーのヨーグルト買えばいいけど、なんかまずちょっと違うんですよね。わかりますかね。ちょっと違うねんな。なんかブルーベリーのヨーグルトは美味しいけど、なんかなんか違うんですよね。なんなんだろう。まあおすすめなのでやってみてください、皆さん。あー、うん、なんだろう、何が違うんか分からへんけど、いちごも好き、いちごヨーグルトも好きやけど、いちごヨーグルトはなんかそのまま売ってる方が好き。いちご自分でいちご混ぜるんじゃなくて、そう、混ざってある売ってるのが好き。いちごヨーグルトもめっちゃ、なんかいちごヨーグルトはのなんか飲んでました。コンビニとかで売ってるじゃないですか、いちごヨーグルト。あれをひたすらに飲んでる時がありました、まあ、最近はそんなのまへんけど。いちごミルクよりいちごヨーグルトを飲んでた。そう、ひたすらに飲んでましたね、ずっと。名前なんて読むの、確かに読みにくいですよね。塩月ケイトです。そのまんまって、そのまんまなんですけどね。そのままでもないか、塩月はそのまんまや。ケイトだ、ケイトは読まれない、読めない。読めないですよね、ケイトです。ケイトです。ケイトです。うん、マスクが降るね。そう、漢字で名前書けるようになったら何年生やろ。小学校4、5年生とかですかね。分からんけど、習ったのは5年生やと思う。けど書けるのは4年生ぐらいに書いてたかな、分かんないけど。最初は塩、月と音だけ感じて書いてて、意外と字うまいねんなって、ありがとうございます。意外って発音がついて、本当ですか。綺麗くないけど全然嬉しい。確かに読めない、ケイトも読めない。同じの名前の人はないです、ないです。てか誰でもそんなになさそうですよね。結構少ない、そう、少なそう、そんな全く同じ名前の人って。まず塩月っていうのがいないし、ケイトも少ない。皆さんありますか、塩月ケイトって。ケイト以外に会ったこと、きっとないと思う。ないと思いますけど、会ったら教えてください。気になる。ないですよね。うんうん、まず塩月がないか。まあ、ケイトは何人かいるよね。え、
塩月っていたらしいです。いるんや。塩月も珍しいと思う。いや、おるんや塩月なんて。へえ。あ、すごい、なんか塩月、あ、塩月さん、別の塩月さん。すごい、いらっしゃるのはいらっしゃるんですね。まあそらそうか、そらそうか。ケイトはいますよね。でもこのケイトはおるかな。ケイトは見たことない。ケイト、ケイト言いすぎて何のケイトかわからん。塩付きとケイト別々やったらあるか。なくもなさそう。少ない、そうやけど、少ないのは少なそう。すごい、生命占い。誰もが達成できない極みまで上り詰め、財産や人も全てに思い通りになります。え、そんないいこと起きていいの。名前だけやけど、まあ本当になるかどうかはケイト次第ってことやけど。すごい。ケイト占い好きなんですよね。行ったことないけど。行ったことないけど、アプリとかでもできるじゃないですか。それはなんかやったことある。占いは行きたい、行きたい、行ってみたくて、誰かと一緒に行きたい。好きな占い、好きな方いらっしゃいませんか。誰かと行きたい。画数的にはめちゃめちゃ強い名前ですって。やったー。あとはケイト次第ってことね。何やったっけ。極みまで登りつけ、登りつけじゃない、登り詰めってことは、てっぺん取っちゃっていいですかってことですか。黙ります。あ、ちょっとこれあれですよ、当てちゃっていいですかにかけてるので、あれです。どうしよう、これ言っちゃった、これ言ったら外れるっていうのがあるんですよね。まあ最近ちょっと当たり率高いからいいんですけど。最近当たるんですよこれ。いや、だから逆に当たらんかもしれない。どうしよう、どうなるかは、まあまあどうなるかは決定次第や。頑張れ。ひと事かって。ケイトのことやのに。頑張れケイト。自分に応援する。信じるか信じないかはあなた次第って、本当そういうことですね。自分次第で変わるってことや。自分で自分を応援する。すごい、さっきの方は占い師かなんかの方なんかな。もし調べてきてくださったなら、すごい占い面白そう。一回行ってみて。なんか場所によってもいろいろ違いそう。
占いでは取られるか。何占ってほしいかな。何やろう。未来ケイト、未来、未来と過去気になる。過去、過去はもう気にもならんか、もう終わってるわ。未来、どんな未来になるか気になりますね。まあそれ知っちゃったら面白くないけど、だから占いはしない。その未来の占いはしないけど、気にはなります。一番。それではちょうど3分前になったのでランキング発表します占わないんかい。占ったら、占いたいけど、ちょっとな、ちょっとそれを楽しみにするのもいいかなって。はい、ということでランキングいきます。13位、サリューさん、ありがとうございます。12位、ピノさん、ありがとうございます。11位、ひろいひろさん、ありがとう、あ、変わっちゃった。もう一回いきますね。13位、いこまみるさん、ありがとうございます。12位、サリューさん、ありがとうございます。11位、ペペさん、ありがとうございます。10位、なんちゃんさん、ありがとうございます。9位、マッチ棒さん、ありがとうございます。8位、ほうじ茶さん、ありがとうございます。7位、サトルラブさん、ありがとうございます。6位、ひさおまるさん、ありがとうございます。5位、お茶っぱタイムさん、ありがとうございます。4位、ゆうがさん、ありがとうございます。3位、きむこばさん、ありがとうございます。2位、グレイキャップアイスクリームさん、ありがとうございます。そして、1位が、ライフさんです。スペシャルギフトを送ってくださった皆様、そして星を投げてくださった皆さん、カウントしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、そして見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。2463名の皆様、もうお一人お一人にありがとうございます。次は何があるとやら。餃子作りと書いてますが、どういうことでしょうか。それでは次は18時からです。18時から、そのままどうでしょう。粘土で作るか、折り紙で作るか、本当に作るか、絵で描くか、どれだろう。お楽しみに。ということで次の配信まで、またね。あ、時間が余りましたか。ちょっと余っちゃったか。まあまあまあ、ちょっとなら大丈夫。まあ焼くとしたらね、焼くといえばもう粘土か、やっぱ絵はちょっと燃えちゃうから焼けへんから、折り紙も紙やから粘土か、ほんまに作るのか、まあ絵の中で焼くっていうのもありますけどね。うんうん、どうなるか。それではありがとうございました。